こんにちは、まあです。今日はですね、ガチャですね。このブラックオーダーガチャ、これをぜひ引いていきたいなと思います。紳士用魂、ヘビー魂ということで、スフィアゲージの溜まる速さが半分になる代わりに強力なスキルを持つ魂ですと。またね、新しいことしてきましたね。で、今回これレンガチャなら1体ね、ブラックオーダー魂確定みたいなので、ぜひ引いていきたいなと思います。でね、リサーチャーとか出ちゃいますからね。で、あとヨシアキもね。でもさ、強力なスキルって言うけど、いや強力だと思うんだけどさ、このスキルだけ見てるとなんか普通ですよね。そうでもないのかな。なんか個人的にはちょっと、そんな、でもどうなんだろう。この自分の攻撃の5倍とか10倍とかが、でもこの2人とも最大攻撃力1700台だし、どうなんだろうね。他のとちょっと比べてないからよくわかんないですけど。やっぱ最近チェイン増やすの多いですよね。よし。では、5連いってみたいと思います。いけ。お、ダウンロードしてます。いけ。うわー、5がいない。これ通常ですね。お、これブラックオーダー魂じゃない？エクソシストコータじゃないわ。ユータ。ちゃんとこの魂はヘビー魂ですって注意書きがしてある。ああ、これも通常ですね。おお、なんか一瞬ヘビーっぽい見た目を。これもヘビー魂だ。ミサ。この人もともと確かスフィアを引き寄せる系女子ですよね。はい。終わっちゃいました。はーい。ということで、まあ星4止まりでしたけど、まあまあね、新仕様ということで使っていきたいなと思います。ではご視聴ありがとうございました。